ロンシャンは、イタリアの自動車メーカーデトマソが1972年から1989年まで生産したフロントエンジンの2ドアクーペのプレスティジカーである。ロンシャンという名称は、フランスパリのロンシャン競馬場にちなんでいる。1970年にデビューしていた4ドア車ドービルのシャシーをベースにホイールベースを短縮し、パンテーラと、 ドービルを手掛けたカロッツェリアギアのチーフスタイリスト、トム・ジャーダがデザインし、ギアが製造する2ドアにプラス2座席の、ノッチバックスタイルのボディを着せたモデルである。1972年のトリの自動車賞において、発表された。同じジャーダによるデザインでも、ジャガー X 時代に似ていた、ドービルとは異なり、パンテーラのような面構成のスタイルになっており、デトマソらしさを保っている。 エンジンについても、パンテーラや、ドービルと同じ米国フォード製の、クリーブランド351型 5763CC330 馬力エンジンが搭載され、ドービルよりも軽量な車体のため、最高速度は、時速 10km 速い時速 240km と、公表された。ドービルよりもややスポーティーな性格付けのため、トランスミッションは、 フォード製三足オートマチックのほか、ZF 製五足マニュアルも選択可能で、後者は17台に装着された。ロャ車は1989年までに409台が生産された。日本にも輸入され、ガレージイタリーヤが販売した。1975年にアレハンドロデトマソがマセラティを傘下に収めたことによって、 翌1976年春のジュネーブモーターショーでは、ピエトロ・フルアに、ロンシャンの前後を化粧直しさせて、マセラティ時世の V8 エンジンを搭載した、マセラティキャラミが登場し、ロンシャンと並行して1983年まで生産された。1980年のトリノ自動車ショーにおいて、ロンシャン GTS が発表された。 オーバーフェンダーと太いピレリ p 7タイヤが装着されたホットモデルである。同時にミラノのカロッツェリアパベッセが製造するニドアスパイダーも追加された。ありがとうございます。